えー、こんにちは。速解塾の久保です。今回の週刊中年ジャンプ、総力特集ですね。これはすごい。あのー、これだけをね、別冊にしてもいいぐらいでございます。えー、ということで、編集長の孫さんの、今回の投稿、とっても素晴らしかったと思います。えー、現実とね、それから陰謀と疑惑と、最後に自分の考え方、これをお話しているところ、ストーリーの作り方ですとかね、それから、エビデンス、この表を用いて、 話すところととか非常に説得力あったと思います、まあ、こういったシリーズをどんどん続けていくと絶対に人気の出るアカウントになると思いますのでやっぱりねあの通り一遍の話そういうのをするのではなくて最後にこういった事実を積み上げて自分の考えはこうですよというふうなね自分なりの考えをお伝えすることが視聴者さんにこう橋をかけるんですよねブリッジをかけるんですよねここが非常に大事になってきます。 誰に聞いても同じ情報。これももちろん使うんですけども、そこから導き出された自分なりの考え。あなたはどうするんですかこうした方がいいんじゃないかああいう風にした方がいいんじゃないか今までの考え方でダメですよ。こういうのをね、きっちりと作り上げた、そんな動画になったんじゃないかなと思います。まあ、あの、前半、後半、20分ぐらいですかね。20分以上の動画だったと思いますけども、ついつい聞き入っちゃいましたね。これはね、殿堂入りするんじゃないですか。このシリーズで。 押していけばいいいけばと思いますつまりは「週刊中年ジャンプ」は MMR をちょっとね模したような感じで世の中にある現実マスメディアがなぜそう報じるのか地球温暖化にちょっと待てよとこういう考え方を入れていかなくてはいけないのか G20 っていうのは一体何を話し合われてるんだなんで世の中の首脳たちが話し合ったのに金融危機はなくならないんだ戦争はなくならないんだ自然災害はなくならないんだそれは意図的に起こしてるんじゃないか。 とということですよねそうウイルスバスターというそんなねソフトもありましたけどもあのウイルスバスター一発でみんながね解決しちゃうと金にならないんでこっちではウイルス流してこっちではウイルス駆逐をするソフトウェアを販売するまさに今感染症が流行ってるこの世の中と全く同じですねパソコンの世界で試してみたらそれが世界中で大ヒットを飛ばして定期的にバージョンアップで売れるもんだからそれに味を占めてですね ウイルスを散布させてそれに対してワクチンを販売する PCR 検査キットを売るこの流れ全く一緒じゃないですか、うん、そしてですねもっと言えば本当にこのウイルス存在ししてるんでしょうかというところまで来るわけですよ私たちは情報によってありもしないものがあると勘違いしてるのかもしれませんなぜなら多くの人が盲信的にマスクをしてそして人と会うのを避けてもっと言ったらですね 人と会うのが悪いかのようになってるわけですよ。これはですね、集会や結社の自由を合法的に犯しているという国家犯罪と言ってもいいかもしれません。これを司っているのがまさにね、ディープステート。昨日私が朝ライブ放送でお話したそのストーリーの続きになってるわけですよね。ということで、週刊中年ジャンプストーさん、最高の出来でございました。しかも、私が 今ディープステートについて皆さんにお話ししているところともがっつりリンクしますねえぜひこの石油に関して CO2 削減に関して闇深いこの陰謀のその一端をですね私たち二人で暴いていければなと思っておりますそれでは今回は以上ですありがとうございました